おっさんずラブリターンズ第1話。めちゃくちゃ面白かったです。開始早々、夢落ちですけど、マキと黒沢部長が結婚式場でやり合い。家事代行サービスを呼んだと思ったら、黒沢部長が来て、マキが無感情にチェンジでっていうシーン。めちゃくちゃ面白かったです。ただ、感想としたらめちゃくちゃ面白い。それしかないです。話したくなるような思いだったり考察みたいなものが特に何もありません。 今回のおっさんずラブリターンズは恋愛ものというより結婚した後のホームドラマみたいなものを作りたいんでしょうね。だから黒沢部長を家事代行にして姑めポジションに置くのはすごいいいと思います。ただドラマ全体として価値観の違う二人が一緒に暮らすみたいなものはアンノーンでもうやってるんですよね。もともとおっさんずラブのチームが作ったのがアンノーンですから。 だから、テーマは被ってるし、田中圭さんと吉田光太郎さんが一緒なんですよね。スタッフもわかっているから、井浦新さんがアンノーンで刺されていったから、オッサンズラブで刺されているパロディーをやってるんですけど。あと、良くも悪くもですが、完全な BL ドラマになってます。無印の頃のハルタンはストレートだったので、そこまでマキトのラブシーンはありません。 どっちかというと、ストレートなのに男性に思いを寄せられてどうしようというはちゃめちゃコメディーです。ただ、春田と牧はもう事実婚なのでそこら辺の笑いはもうないですね。ないどころか BL ファンに寄ってます。TVer で配信されている春田と牧の結婚書夜は完全にそれです。おっさんずラブでいろいろあった二人が結ばれるのはまあいいことなんですけどね。 無印の頃は完全な BL ものではないので BL 好き以外の方も見やすかったと思います。リターンズは完全な BL ものに舵を切っているので BL 好き以外の方はどう思うのでしょうかそこがちょっと心配です。マキとクロスアブ長が喧嘩してるシーン BL 好きじゃなくても面白いと思うので見てほしいです。オッサンズラブリターンズの感想動画を上げていこうと思いましたが無理そうです。 何か特別な展開がない限り、金曜ドラマは不適切にも程があるの感想動画を上げていきたいと思います。さて、冬ドラマはまだ全部が始まってない状態です。もともと見る気はなかったのですが、月9の君が心をくれたからは評判良さそうですね。でも、ものすごく暗そうですね。見た方がいらっしゃいましたら、見た方がいいか見なくてもいいか、よかったらコメントで教えてください。 それで何か見るものないかと思って YouTube を見ていました。すると継続の朝倉の解説動画が流れてきました。昔古いドラマを見ることにハマっていたので継続も見ました。朝倉って確かやばい人間だよなーっていうことだけは覚えていました。ただこんな話だっけと思って継続を最初から見ました。ストーリー全然覚えてなかったです。だからほぼゼロの状態で見たのですが面白かったです。 ギャグパートみたいなコメディ部分もあるのですが、作風自体は暗く、そしてライティングも暗いです。すごい正紀末感があります。主役を中谷美紀さんが演じているのですが、ワンデーの中谷美紀さんとは全然違います。天然ボケで、ガサツで、お風呂にも入らないという、今の中谷美紀さんからは考えられないキャラ設定です。 ただ、そんなキャラクターですが、天才的な頭脳と洞察力、論理性を兼ね備えており、難事件をどんどん解いていきます。継続見ていると、今の中谷美紀さんとなんか繋がらないです。なんか別人に感じます。相棒を演じるのは渡辺篤郎さんなんですが、すごい渡辺篤郎さんです。えモノマネ芸人っていうくらい、ものすごく大げさな渡辺篤郎さんです。ただ、この頃の渡辺篤郎さん、かっこいいですね。 今も十分池叔父としてかっこいいんですけど。それで継続って11話あるんですけど、7話までは1話完結のミステリードラマみたいな感じです。そして8話からは YouTube で流れてきた朝倉の正体に迫る感じです。ここからは継続のネタバレが含まれます。さっきの私の話を聞いて継続を見たくなった方はぜひ見てください。 継続のドラマ版の最終回では、朝倉という人間は催眠術を使えるような人間という感じです。ただ、その力が凄す,すぎて、現実では考えられないほど人間を意のままに操れます。ただ、ドラマ版はまだ論理的な話ができるので、なんとなく飲め込めます。これがドラマ版の続編の映画版になるとやばいです。 前半部分は普通のミステリードラマみたいな感じなんですけど、後半から意味がわからなくなります。死んではずの人間たちがどんどん現れてきます。それでなんか精神的な、内面的な話に話は移ってきます。これ当時映画見た人困惑したでしょうね。これだけ見ても全然意味がわからないと思います。この継続の10年後にとあるドラマが放送されます。それがスペックです。 もともとスペックのタイトルは継続2になっていましたがスペックに変わりましたスペックには超能力者がどんどん出てきますだからこれを踏まえると朝倉はスペック持ちだったんですね人の心を操れて自分も人に憑依できるそんなスペックですそう思って見てみるとドラマの8話から映画版までがすんなり理解できます10年後のドラマでやっと理解できる映画版っていうのはどうなんだろうとも思いますけど でも、継続は本当に面白いです。これでしか取れない栄養素があります。後味悪い話が多いですけど。継続とスペックが繋がっているという話を聞いたので、スペックも見たくなりました。スペックの話はまた別の動画のどこかで話したいと思います。ということで、オッサンズラブ第2話楽しみですね。ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。 冬ドラマでも考察動画や感想動画を上げていきますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。現在スポンサーを募集しております。動画内に提供を入れることができます。提供を入れる頻度や場所によって料金は変わります。詳しいことは LINE や X からお気軽にお問い合わせください。現在最低1000円から受けたまわっております。そして公式 LINE やってます。気軽に LINE 送ってください。仲良くしましょう。LINE Pay や PayPay で投げ銭もできますのでよろしくお願いします。 この動画は、んごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。